ヨコさん。はい。慎吾さん、合宿、お邪魔しております。合宿来てます。毎年恒例、宮崎合宿やってまいりました。ゴルフクラブでございます。スタンド、おサドだけでもいいか。あ、両方取れたら。うわ、長いね。いきなり500。どうも。いい球。いいよ、さっちゃん。このシャフト良さそうです。いつからなんですか ?11 月。聞いてみよう。ヨコ先輩と一緒に打ったかな。おいっす。さくちゃんやっぱそれの方がいいって。なんで言うこと聞かないの？お願いします。初打ちだよ、これ、俺。初打ち。ピン少な。はい。しかも、高さ出てるね。ねえ。いいけどね。立って高さ出たら最高や。こうすることは言うね。出す。いい練習できたな。もう大丈夫。弱い？ああ、俺奥ダメったのに。あ、大丈夫か。フライヤーした。れが。ああ、これはまずい。これまずい。ゴルサバ入りたい。早くもさ、入りたいだよ、これ。うん、いい。嫌なの？いや、めっちゃいいけど、前より。そんな言われたらね、嫌ですとは言う。前よりいいじゃん。想像よりいい。うん、素敵な玉。いや、これなんか高いドロップだな、これ。ね。なんだっぱ、これ。飛ぶよ。間違いなく。コブラ。少な。1800ぐらいじゃない今の。あの高さだったら。右だね。6インチプレス。よいしょー。いや、いいね。いいショットだ。イメージはよ。イメージは、こういって、この感じ。ギューッで、111？ はいはい。うん。ありがとうございます。今のはいいんじゃねえの？今のは。はい。おー、ああ、音が良かったけど。いや、どうも。ナイスサーチ。ありがとうございます。それそこで見たら合わなくない？それ裏側じゃなかった？ラインそれで見んの。これじゃ曲がってっぺよ。何やってて、こうだっぺよ。こうが、いやいや、こうだっぺよ。いや、そうなんですか。これじゃ合わめよ。傾いてんのに。あ、そっか。確かに。そういうことです。こうじゃ確かに。傾いてんのよ。うん。ああ、やっぱりそれも上がんなかったの？ナイスバーディー。もう他の使わなくていいの。なんでそれで短いのでやんの？すごいおじさん。フェース面動かな。テクニックで寄せんじゃなくて打ち方で寄せるっていうね。すごいよね。テクニックも使う。いやほう。まんどまり。203。21度。おー、いい球。お、良いかな。ちょっとだけこれ21ですか。うん。弱い？弱い？どうすっぺな、これ。上げてんのかな？上げてる？上げてっぺ。かろうじて右からだよ。かすかに右から上げんすと。1時から。ああ、惜しい。うん。止めに行った。珍しく。おお。ナイスバーディー。ここバーディーは奇跡だな、これ。يدام يدام يدام يدام前に飛ばないっていう入んないですよ。球強いから。僕だってあそこの1407号室しか出らないですもん。今窓拭いてるでしょ今あそこで。あ、確かに。窓拭いてる部屋。はい。あそこあそこ。狙いはあそこだからね。じゃあ俺1201号室にするわ。ああ、斎藤さんの部屋ですね。斎藤さんの部屋。1201は斎藤さんです。コーナー、水筒。これに、あれだな。5の、もう一個の方入れてみようね。グリーンの古い方にして。積んでたじゃん。前のコブラに入ってるやつ。ああ、いやいや、知ってるけど。最新モデル。最新ですね。なんか、えらい良かったな、これ。なんか、初速が出てますよね。なんかアマチュアの人が上げてる YouTube の新しいやつでは一番評価は良かったですね。あ、本当。なまってる？なまっちゃう。先輩と一緒にだっけ？何だっけな。やった。いいがなんじゃ。うん、いや、いい球。ナイス。もうわ、いい球。いい球だね。いい球ですね。なんか久々にドライブ、こんな一発目でいい。レギュラーツアー出てるだけあるよ、やっぱり。すごい。左足がめくれてる。あれ？おー、いい球。サクちゃん。いやいや、ずっといいよ。先輩じゃないですか。僕右。あ、俺右か？いや、僕右。それか。片山さんも楽勝に入っちゃったよ。飛んでる。僕入ったことない。ちょっと違う。おー、さくちゃんうまくなったじゃん。うまくなったよ。前じゃあれ、乗んないもんね。この左足下がりじゃん。そうなの？いやいや、どっか行っちゃうか、右のペラペラペラーですよ。今までだったら。あれ。これはひどいね。あら。あら。ダメやね、これじゃ。びっくりしてるじゃん。ちょっとどんな感じが打たせてもらってもいい？あ、はい。10.5。5S。なんかスペックちょうどいいのかな。ちょうどいいかも。あ、もしも。ああ、わかりました。ああ、やっぱちょっとあれか。シャフト硬。硬いっすよね。え？硬く感じますよね。うん。これ、ベンタス。ベンタス。この R がいいんじゃないの？ R ですか。この S は俺らでもいけるよ。シャフト硬い。じゃあ。本気いきます。あーだだ。ちょっと。ドロー打とうとしたらなる。やっぱドローは難しいですか？ドローは難しい。ああ、ダメだ。Yep. Good shot. レッド？ベンタスレッドで。ああ。70？ぴったり？これぐらい距離いってくれたらいいよね。わはい、お願いします。ありがとうございます。4時広くていいな。ティーショット広くていいっすね。ね、ティーショット広いゴルフ場がいいわ。なんでよ。どこが？こんなどこ行ったって一緒やん。一番広いやん。宮崎で一番広いんじゃないの？うん、このホール。だって、幅70はあるよ。もう1000円やん。え？なんで？いいやん。安定っていうか全然優しいやん、それ。やっぱクラブだったって。あれはだってまっすぐ行かないよ。あのセッティングじゃ。ドライバー決まっちゃったか。飛んでんな。もうないんだって。もう最後の6出すみたいなもの。まあ、慎吾になれば出てくるかもわかんないけど。出す。よい。高。いや。わあ。いや、つま先下がりでこれはします。あれの。おや、どうも。お、切れない。サクちゃんにしては強いもんね。球が。いつも弱いじゃん。いいショートですよね。左即死。はいはい、即死。おお、持ってきた。バンカーかな。このホールはね、難しいと思う。うん、ちょっとダメだね。こういうのを日本のトーナメントに、こういうパー3があるとうまくなるよね。右もうちょっと難しくしたら。この距離でいいから。うん、こういうホールが大事なんですよ。ないですね、こういうのないのよ。ね、確かに。うん、玉子撮影が無理だったよな、うん、今のはシャットなんですよ。シャットだからあれ玉が上がんないでああなっちゃうのよ。上げらんないんだよね。ああ、いい玉打っても止まんねえんだよ。こうしてです。女の子はあれになっちゃったらもう絶対ユーティリティを入れなきゃダメ。今6番?7番のあの球もうなっちゃう子は絶対ユーティリティじゃないと、プロは通用しない。スイングをあれで上からちゃんと入れてスピンがパンと入る球を打てないんだったら、もう6ユーとか、もうここがもうちょっとこうなんない限りスピンが入んないから、あれでこうなって当たってるから、あれはいい球じゃないからね。こうナイス。おーい、おー、長尺のセンスがいいよ。どちらかっていうと長尺にしてほしいもん。俺だよねーのセンス。も一緒でした。あれ？なんか峰子のステーションボール。誰よ？あれ。ごめん。全然。美しい。ありがとうございます。ああ、弱い。弱し。今みたいなキャディーさんがさ、その素振りしてて、いや、もうちょっと強く振った方がいいよって言ったらアドバイスかね。ペナルティ？キャディーさんは、あ、いいの？いいんじゃないですか、自分のキャディーは。キャディーはいい。はい。今ので素振りされたらちょっと心配だから言っちゃいそうだからさ、もうちょっとちゃんともうちょっと強くだから俺キャディーは何言ったって大丈夫でしょ、いいんですか、あれはいいのか、線のシーツがほら崖下でここ打ってつって離れるのはいいのか、まだそれは OK でね、後ろがダメになったよね、もちろん一瞬もダメってこと、そう後ろ立って例えばこうやって構えて通りながら、右向いてよ。それはダメ。それは悪意あるし、それは。それダメ。それは悪意あるし。もうすでに。なんでちっちゃい声で言うの？あ、そっか。それはダメ。いいとこ。面白いね。イエス。ちょ。これが一番大事なことだと思う。適当に言ってた。海老原誠二の名言。お前あんまり考えんなっつって。ほら。あ、欲しい。いいよ、でも。フェースだけなんだって。フェースが、やっぱちょっとでも開けば右行くし。フェースがも直角に戻ってくることだけが大事で。あとはもう、考えんなって。はい。これはあの人の名言だと思うな。俺さ、谷口さんにさ、はい、YouTube パターの名人でさ、はい、ずっと30分ぐらい「何考えてるんですか、どこ合わせるんですか」っつって、はい、どういうイメージ出すんですかっつって根掘り葉掘り聞いたの、はい、もうその週パター全然入んなかったっつって、俺すげえ悪いことしたなと思ったの。あ考えすぎちゃった。そんないちいち考えないのをさ、なんか横陣に言われて気になるようになってしまったわみたいなこと言われてさそんなこと考えてねえの、何も考えてないんですよね。そう終始ね、いや、とはいえとかなんかいろんなこと聞いたのよ。やっぱ上手い人あんま考えてないんだ。そんなポンとなんかフックやなぁ思ってポンと打つやんみたいな。うん、YouTube のやんその感じ。はい、ということで、日没、はい、日没ということで、はい、はい、はい、今年も信号合宿ありがとうございました。待っていただきましてありがとうございます。脇本さんもちょっと今年あれですね、合格してさ、美人姉妹でやってくださいよ。はい。お願いしますよ。ですな。はい。はい。ということで、今年テスト。はい。みんな頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。